はい、本日はですね3000人にバギーズのおすすめカラーを聞いたのでトップ7でランキング賞形式で紹介していきたいなというふうに思います。はい、まあなんとかギリギリ言えたんですけどね、まあ、この後ろの方にバギーズのショーツとかロングをね何個かボーパーっと並ばさせてもらってちょっと他にもかけられへん分をちょっと横には置いてるんですけども、バギーズショーツバギーズロングともに結構カラーが豊富なんですよね。まあ、ショーツでも16色ぐらいあってバギーズロングの方では13色ぐらいあって、まあそれぞれ似たような色とかもあったりするので合計で20種類ぐらいかなカラーってあったりすると思うんですけど、その中で僕の視聴者の方に YouTube のコミュニティのアンケート機能を使ってどの色がおすすめですかって聞いてみたりだとか、あとは Instagram の方でねどの色を狙ってますかとかおすすめですかっていう風に聞いたんですよ。ほんならまあ総合計が3000人ぐらいの方にまあアンケートさせてもらったということでね、意外とこの色入ってんねんなっていう色があったりとか、意外とこの色入ってないやんみたいな色があったりするんですよ。まあ、なのでそれをね今日は今回ご紹介していこうという風に思っておりますので、まあ、皆さんはあの色入ってるかなとか、俺この色今年狙おうと思ってんねんけどなとか、今年何色買おうか迷ってんねんなっていう方はですね、まあ予想しながら見ていただければいいかなというふうに思いますので、まあ、本日の流れとしてはですねトップ7から7、6、5、4、3、2、1っていうふうに紹介していくだけというふうになっておりまして、まあ、意外とランキングがちょっと下位の方というか、これ結構あんまり票なかったんですよねっていう意外なやつもねちょっとまあどっかで掘り込んでいきたいなというふうに思いますので、まずランキングの7位からご紹介していきたいなというふうに思います。ではですね7位というのがですねピンクなんですね。おピンクが意外とランキングしてんねやということで結構票数も多かったんですよ。でそれこそですね実はここには入ってないんですけども、先に言っちゃうとイエローとかはまあ入ってないんですよね。意外と黄色系入ってなくてピンク入ってんねやみたいな感じでね、おピンクランクインしてんのかというふうに今まあ結構意外な感じだったんですけども、まあ、それこそピンク系って、まあ、夏場とかやったらねまあまあ合わせれる人は合わせれると思いますし、やっぱりそれこそおしゃれな人とか、まあ、やっぱスタイルのいい方とかやっぱりこう、まあ、かっこいい方とかはねまあ条件はだいぶ絞られると思うんですけど、そういう方とかやったらピンクって履きこなせると思うんですよ。でまあ一般的に見るとちょっと敬遠しがちな色かなって僕個人的に思ってたけども、やっぱりそうやっておしゃれさんとかやったらまあまあ履きこなせたりできはるから、まあ、そういう方からしたらピンクっておすすめなんかなって、まあ、確かに人と被らんからねまあいいんかなと思ったりするけども、まあ僕はようねトライできひんなということで、もう僕は手放しちゃったんですけども、ピンクがねランクインしてたということになってます。でまあ次にね6位に行きたいなと思うんですけど、6位も結構意外、あこの色ランクインしてんねやということになってるんですけど、第6位というのはですねパープル紫なんですね。あパープルが入ってくんのということで、ここにも一応あるんですけども、パープルってね結構男性好きな方多いんですよね、意外と紫系は。でまあ僕の幼馴染とかもパープルが好きで、結構紫系の洋服とか紫系の帽子とか持ってあったりするんですけど、僕あんまりねパープルってそんなめちゃくちゃ好きな色ではないんですけど、まあ、たまにやったらいいかなぐらいに思ったりするけども、まさかねこのバギーズのカラーでパープルがランクインすると僕は正直思ってなかったんですよ。だから結構ダークホースというか穴場な感じで、あパープルかみたいな。ただね僕パープル今まで僕の場合はですよ持ってて女性受け良かったことないんですよね。いつもあんまりいい反応されへんので、まあ、男性受けはいいんですよ。パープル着てる時とかパープル持ってる時の男性受けってめちゃくちゃいいけど、女性受けがあんま良くない。でまあ多分僕の場合だけだと思うんですけど、おしゃれな人とかそれこそかっこいい人着やはったらパープルにも個性ありますやんいう風になると思うんですけど、まあいかんせんね僕あんま苦い思い出しかないので、僕は意外やなという風に思いましたので、一応これがねまあランクインしてたということで第6位ということになってます。だから僕が個人的にトップ7を選ぶんやったら多分入ってこないと思うんですけど、まあ、3000名の方に聞いてるので、まあ、これかなり信憑性があるというか、一般的なメンズは好きな色になってくるんかなという風に思いますね。では次第5位というのがですね、こちらのターンベージュブラウン系の色味になっております。まあ、ちょっと言い方はね毎年それぞれ年によっていろいろ色がいろいろ色がじゃなくてカラーの呼び方がね変わってきたりするので、まあ、こうやってブラウンとかタンとかベージュって言われた方を一応同じように票数にしたら第5位ということにはなってるんですけども、正直7位6位5位、まあ、このパープルピンクベージュ系はまあ大体票数同じぐらいですよね。あんまり変わらんぐらいの票数やったんですけど、まあこれはね言わんでも結構わかるじゃないですか。まあ安パイな色というか結構合わせやすい色なんで、まあこうやって白 T に合わせるっていうよりかはまあ黒 T とかに合わせたりしたらよりアウトドアっぽい雰囲気が出てきたりとか、まあ男っぽい雰囲気が出てきたりすると思うので、まあ、パープルとはねめちゃくちゃ僅差やったんですけど、まあ、正直言うと女性受けは多分こっちの方がするんちゃうかなって僕は思ったりするんですけど、まあこの辺はね結構僅差やったんで、まあ、男性が好きな色というかまあ人気な
のある色、むしろ、まあ、言い方変えるとこう売れやすい色というかね、あの完売しちゃう可能性があるというふうに思っていただければ、今後の4321なんかもっとあの残らないというか、もう完売しちゃってる可能性がありますので、まあ、早めにがいいんかなというところで、次は第4位に行きたいなと思います。では第4位もまだこの辺はね、あの僅差でさ同じような感じなんですけど、第4位というのがこちらのグレーなんですね。まあこれはね結構わかるといえばわかるというか、まあ誰でも合わせれるし、その正直この無理な色じゃないじゃないですか。どんな服でも合わせれるから、言うたら上黒でいったってかっこいい。ちょっとまあ軍隊っぽい感じで黒とグレーっていうのもまあかっこいいし、まあこの白っていうのが絶対いけるしね。まあこの辺はまあまあ安牌かなというふうに思うんですけども、じゃあですねトップ3、次の321はどんな色入ってくるの。まあ例えば柄物もあったりしますよね。それ以外にあとちょっとカーキっぽい色味もあったりするし、まあオレンジみたいな感じの色もあったりとか、あと赤とかね、でネイビー系があったりだとか、あとまあ黄色はねランクインせえへんって言ったけど、まあ黄色系があったり、あとそれ以外にブラックがあったりすると思うんですけど、そんだけ今まで言った中であともう3つしかないんですね。だから3つ以外の逆に言うと人気がないんですけど、この3つはめちゃくちゃ人気があった。もうぐんとここから票数が変わったんですよね。今まで紹介した7654まではまあまあちょっとずつ違うかなみたいな、言うたってまあどんぐりの性比べぐらいだけど、まあまあ若干ちゃうかなって感じだけど、トップ3ぐらいからもう倍ぐらいもう差がバーンって開いてるので、まあ、注目のカラーになってくるかなと思うんですけども、第3位に関してはもしかしたらですよ、もしかしたら僕のこのチャンネルを見てくれてる方やからランクインしたんかなってまあ僕は思ったりしてるんですけど、ちょっと偉そうやったら申し訳ないんですけどね、まあ、3位の発表したいなというふうに思います。では第3位というのがですね、こちらのねマンゴーちゃんなんですね。まあ、言い方を変えたらマンゴー以外に言ったらオレンジっていう言い方されてる方もいらっしゃったんですけど、もうこの辺はねぐんともうさっきのあのグレーに比べても倍ぐらい差開いてあの良かったんですけど、まあ、これは僕が個人的に気に入ってるっていうのは結構言いまくってるし、なんやったらまあ視聴者さんからもあのよく履いてはりますねとか、よく似合ってはりますねとかって褒めていただいたりすることもあったりするので、まあ、それで人気なんかなとも思ったりするし、まあ、単純に僕はこうバーってバギーズ並んどったりしたらですね、まあ、このマンゴーは多分すぐ手取るやろうなと思うので、まあ、単純にもともと人気がある色なんかもしれないんですけど、確かねこれ20年ぐらい前に1回出てるんですよ。だから復刻っちゃ復刻みたいな感じなんで、まあ、それでね人気があるかもしれないんですけど、このマンゴーオレンジ系はぐんと人気ありましたね。おすげえなって、全然票数ちゃうなっていうぐらい人気あったんで、まあ、これぐらい明るい色ってやっぱ夏じゃないと履けないじゃないですか。秋とか冬とかになってきたら、まあ、どんどんこう何ですかね、落ち着いた色になってくるけど、まあ、ちょっと明るい色入れたいなと思ったらこの真夏しかないから、まあ、この辺でちょっと色を使おうって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、これが第3位ということになってて、じゃあ次第2位に行きたいなと思うんですけども、第2位というのがですね、こちらのネイビーブルー水色系統の、まあ、ブルー系の色味なんですね。で、まあ、これに関してはもう細かく言えばいろいろ色味はあるんですけど、ただこれ言っちゃうとね年ごとによって呼び方が変わってきたりするので、そうなってくるとランキングばらけてくるので、まあちょっとネイビーというか、まあ、ブルー系統という感じにはしたいんですけど、これも圧倒的に人気ありましたね。っていうのも普段から結構馴染みあるじゃないですか。メンズでブルーって結構馴染みあるし、なんやったらまあパンツでブルーって結構馴染みあるじゃないですか。ネイビーで言うと、まあ、デニムとかもねそうやったりするところで、まああんまり違和感なく履けるというか、そんなに気合い入れることなくさっと履けるという風で、まあ、その辺で多分人気があるかなと思うんですけど、まあ、こういったちょっとくすんだブルー系もあったり、まあ、発色のいいねブルーがあったりだとか、まあ、こういうね薄いブルー、まあ、水色ですねこれはどっちかというとそんながあったり、まあ、これが一番インディゴとかデニムに近いと思うんですけど、こういうネイビーのねあのブルーがあったりするんですけど、まあ、この辺は予想通りというか、まあまあ入ってくるやろうなと思ったら案の定入ってきたということになってて、トップスをね選ばないっていうところ、もうどのトップス着てもいけるじゃないですか。何色着てもいけるから、まあ、そういうところがね良かったんかなというふうには思うんですけど、これが第2位ということになってて、じゃあ次は第1位ですよね。残ってるのは赤色とか柄とかカーキとかブラックとか、はい、という感じになってると思うんですけど、じゃあ栄えある第1位はですね、なんとこの色やったんですね。こちらのブラック、結局は黒やったんかいっていうことで、まあ、僕ね正直これランクインせえへんと思ったんですよ。黒なんかランクインするんと思ったんですけど、これもめちゃくちゃ票数多かった。もうこれがまあ圧倒的に票数多くて、まあ、ブラックっていう方が多かったんですけども、やっぱりそれぐらい定番というか、もう絶対間違いないじゃないですか。どんな体重の人、どんな身長の人、どんな顔の人、どんな足の色の人が履いたって、まあ、それは変っていうことないじゃないですか。って考えたら 100% 失敗せえへん色味って言ったら、まあブラックはブラックなんですけど、僕まさかねブラックなんか入ってこうへんやろと思ってこう集計してたんですよね。ほんなら全部嫁がね集計してもらってパーって見てったりして、ブラックこんな多いみたいな。正直僕は赤とかね、もうちょっとそういう色が入ってくるやろうから、トップ7には絶対
対にこのブラックから入ってこへん、まあ、なんやったら柄より下ちゃうかなと思ってたけども、ブラックが1位やったということで、なんやそのおもろない結果はと思われるかもしれないですけど、これはね、僕が選んだわけじゃなくて、まあ、皆さんに選んでいただいた結果、これが1位でしたよということになっておりますので、まあ、さっきも言ったみたいに赤とかね、黄色とかカーキとかが意外とランクインしないんですよね。でそれ以外にやったらもちろん柄とかもね、めちゃくちゃ柄少なかったですね。まあ、柄って多分その年々によって当たり外れあるじゃないですか。だからまあそういうところでもこの年は当たりやけどこの年は当たりじゃないみたいなのがあったりすると思うので、まあ、そういうところでランクインが下になったかなとは思うんですけども、まあ、全体的に見ても、もう一回ランクイン見ていくんですけど、まあ、ピンクとかパープル、ベージュ、グレー、マンゴー、ネイビー、ブラックという感じになってるので、どっちかって言ったら結構明るめというかちゃんとした色味のやつが多いというかね、発色が綺麗な色味が多くて、ちょっとくすんでると言ったら、まあ、ベージュ系とかグレーがちょっとくすんでるかなと思うんですけど、この辺の色味が得意なんていうと、やっぱりノースフェイスの方がね、どっちかっていうとこうくすんだ色味は得意なんかなと。でまあパタゴニアとかモンベルとかってやっぱりこう発色が綺麗な色味を作るカラーというか作るブランドっていうイメージがあるので、まあこれカーキがねランクインしてこうへんかったっていうのは、まあパタゴニアやからかなというふうに思うんですよね。ノースフェイスのバーサタイルショーツとか、そのノースフェイスのショーツでいうと、おそらくこのカーキ系の色味、要はニュートープとかそういう色が入ってくると思うんですけど、まあこれはパタゴニアらしいランキングになってるんじゃないかなというふうには思いますね。はい、ということでね、本日は、ランキング発表したっていうことなんで、まあこの辺で終わりたいなというふうに思います。本日は、3000人に聞いた バギーズのおすすめカラーを紹介してみたという動画になってます。またベスト動画でお会いしましょう。ありがとうございました。